よーかちっこちこんばんは、タイポンです。はい、ということなんで今回はですね、こちらの81プラスダブルアップグレード、こちらの方を50パック作りましたので引いていこうかなと思います。で、今これね、作るのにだいたい7200コインぐらいかかる計算になってますね。で、今日からこちらの FET VS アイスが排出開始されたということなんで、まあもちろんね、このイベント選手当たったらいいなっていう気持ちで引いていこうと思います。だ、能力全然見てないんだよね。だからファイヤーかアイスかどっちがいいんだろうね。これバルベルが逆足5になったっていうのは見ましたね。じゃあ50パックいきましょう。で、これ51ってなってるんですけど、これ1パックはね、プレミアム TOTW パックをね、残してあるんで、その1ですね。81レア選手2名は50パックあります。じゃあいきましょう。最近選手ピックばっかだったからね、やっとパックが引けると。アップグレーマー求めてたから。お、ウォークアウトじゃん、いきなり。ベルギーのウォークアウト。あー、おー、クルトワーかーと思ったけど、幸先いいですね。いきなり頭からウォークアウト。あ、またウォークアウトじゃん。アルゼンチン。CF、ディバラだ。え？結構なんか2連続ウォークアウト？あ、さすがに3連続はないか。ダニオルもね。感触いいっすからね。あー、8385か。フランス、CB。お、キンベンベ。さあ、ウォークアウト。サパタダブった。コイン的には結構使ったかね、ウォークアウト？イタリア、LW って誰か。あー、インシーニか。バーサスアイスかも。バーサスアイス来ないと。おー、またウォークアウト。ベルギー、ゴールキーパーやめて。クルトワ。おーしよし、ダブなかった。嬉しい。89嬉しいね。まあ、バーサスアイスじゃなくてもね、超高額の、まあ、ムバッペ、メッシ、ロナウド、ネイマーとか欲しいっすけどね、トレフカで。いや、ウォークアウトだ、これ。ほらね、ウォークアウトだ。ウルグアイ ST、スアレス。このパック、割といい説出てんな、俺の中で今。これはまあダメだったけど、ケント選手来そうだわ、ガチで。なんかそんな予感がしてます、俺は。バレンラ。実際ね、こう毎回選手ピックとか、このアップグレードが作ってるけど、ウォークアウトだな、これ。おー、シティスニーか。あれかと思った。レバンドスキーかと思ったわ。こんな感じでね、アップグレードとか作ってると、やっぱ高レートとか結構来るから、次ね、アイコン確約とか、なんか他の確約とか来た時に、この当たった選手たちを使えるからね、ほとんど手持ちで作れんだよね。結構そこの流れいいなって個人的に思ってるね、今のところ。フェルナンジーニョ。フェルナンドの方か。循環されてるからね。ちょっと歩いてほしい。ブラジル結構来んな。あ、またフェルナンド。歩いて。スペイン ?SST。もらった。いやー、ちょっと歩かねえな。こうやってさ。また、あっちさん。いやー、よく来るね。サパタ？お願い来て。やばいやつ。やばいやつを求めてる。あー、これベラだ。もう一択だよね。メキシコ、ベラ。来てや、8385の嵐が。まあ、でもまだまだあるわ。そんなに引いてない、まだ全然。よし、ウォークアウト！頼んだ。スペインはあかんで。スペインはあかんで。まあ、でも86。ありがとう。ダブらないで。おしおし、ダブってないね、これは。例の。マジ、冷静に考えて、俺、選手ピックもこのパックもアップグレもめちゃめちゃ引いてんだけど、特にやべえやつは来てないっていう。おかしいな、これや。いや、ウォークアウトな、これ。頼んだ！ハンダのビッチだ、これは。もう、国旗で分かっちゃうシリーズだよ。とんでもないの引かせてくれよ。俺にもよ。トレフカでいいんだよ、別に。あ、これはまあいいね、84。ていうか、これでアイコン引きてんだ。まさかのアップグレでアイコン。そんな甘かねえよ。夢を与えたい。俺はこのパックで当たるよっていうの。アイコン当てるよっていう、ちょっと夢を見せつけてあげたいんです。夢ねえよ、こんなんじゃ。やべえ。来なくなってる。さあ、残り20パック。もうでも30パックも引いたの。長い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 。ロード長い、ロード長い。これなんか来たな、やばいな。多分やばいの来てるよ、これ。え、長すぎん？さすがに。え、マジで1分ぐらい経ってんだけど、これ完全にバグったな。なんとか復帰できました。じゃあ行きましょう。これ連続で、あー、オッケー、大丈夫ね。びっくりした。なんか来そう。来ねえのかよ、しかも。さ、あのさ、やめてもらいます。さあ、来いよ、バーサスアイス。やば！イベント選手は引かせてよ。うわ、イベント選手だけウォークアウト。ドイツ、キャム、ミューラーですね。ああ、もうこういうウォークアウトしか来ないわ、俺は本当に。いやー、ちょっと待って、8385ばっか、ほんと。キケさん、深みを歩けよ。ん？アンヘリーに。あ、もう全然8385しか来ねえ。8385しか来ないです。このまま何も出てたんて終わりたくないんですけど。さあ、そろそろ来てもいいんじゃない？またもらったかい。いやー、これ来た気がする。TOTW! けれども、あ、ヨビッチ。ヨビッチいいじゃん。ヨビッチ、まあ、使わないけど、レアルのユニフォーム着てるしね、今ね。あれ？
プレミアム TOTW パック引いてる俺。うわ、最悪。え、俺ちゃんと見て引いたけど。あ、もう本当にさ、ついてないわ。いや、俺のミスか。ベイル、ベイル。ジャスティン・ビーバー。アルトゥールでしょ？いやー、ちょっと。いやー、連続アルトゥールやめて、連続アルトゥール。連続アルトゥールいらねえんだよ。お、プレミアム TOTW 引く。心配ないから。連打。いや、来ねえな、マジ、ウォークアウト。いや、ベラだ。あ、ベラじゃねえ、姫ですか。もうリズミカルにバズを押していこう。あ、来たな、これ、ウォークアウト。頼む、頼む、やばいの、やばいの。ブラジル、LW、LW、CDM。はい、ファビーニョね。だんだら風見ればよかった。うわ、もう残り5パックかよ。頼むよ。本当にお願いします。カンプルでしょ？あ、違う、コバチッチか。いいじゃん。まあ、コバチッチなら。いや、来た？オーケーイン！もういるやん。目の前に。まあ、OL90 は嬉しいよ。素材にはなりますね。さあ、ウォークアウト率高まってきてよ。最後の最後に詰め込みですか？ピケダブった。さあ、頼む、お願い。よしよし、ウォークアウト歩いて。スペイン？ CDM？ ブスケツさん、バルサーに好かれてますね、なんか。さあ、ラスト一パックとなりました。どでかいの来てくれ。よ、ウォークアウト？よし、ウォークアウト、お願い、最後ラスト。スペインに好かれすぎない？いや、ちょっと、ロドリか。まあ最後歩いたのいいけど。はい、ということなんで、81プラス選手アップグレー合計50パック引きましたけど、まあウォークアウト率は悪くなかったと思うよ、実際。今数えたらウォークアウトは12回ですね。いや、まあでもどうなんだろう、50回引いてるからな。まあ、あの素材集まったというふうに考えれば、次のアイコン確約で使える12、まあ13か。ちょっと数えてない選手いたわ。だとしてもだよね。まあでもその13回のうちにもしかしたらでかいのが当たってる人もいるのかもしれないって考えたら、俺が当たってないだけで。ワンチャン狙えるかもね、みたいなとこはありますね。ただイベントカードは全くもう出る気配すらしなかったわ、正直。まあでもアップグレードやっぱ楽しいね。いっぱい弾けるから。まあとりあえずバーサスイベントでのアップグレードはもうこれ以上ないかな。弾かないかな。なんか次のイベントも結構熱いみたいな、そういう噂を耳にしたので、その時にまた弾くっていうのはありかもしれないですね。とりあえずですね、アイコン確約また来てほしいわ。この素材でちょっと作りたいです。はい、ってことなんでね、ぜひこの動画を参考に、まあ作ろうかなって考えてる方、悩んでる方はしていただいて、作るか作らないか決めていただけたら嬉しいなと思います。はい、ってことなんで、このチャンネルではフィアに関連した動画を投稿しますので、よければチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら。パユリア。